フラメンゴ、そしてヨーロッパは西ドイツ、三大カップウェハーカップを制しましたレバークーゼンの対決となりました。さあ両チームのイレブンがフィールドに姿を現しました。この放送の解説は去年惜しくもソウルオリンピック代表の座逃しました全日本の前のキャプテンです加藤久志さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加藤さん、はい、やはりこのキリンカップもですね、はい、南米とヨーロッパ、はい、このサッカーの2つの強大な大陸の対決ということになりましたね今年も。そうですね、よくワールドカップではですね、はい、その南米とヨーロッパの対決が話題になりますけども、くしくも今日は、単独チームのワールドカップが見られますね。ということですね、はい、一つこのもうプロのですね、はい、意地をかけた戦いじっくりとご覧いただきたいと思いますが、はい、さあ予選リーグこの両チームどういう風にして戦ってきましたか。戦いぶりご覧いただきましょう。まず5月29日この国立競技場のオープニングゲーム、フラメンゴ対この日本代表のゲームですが、横山監督率いる全日本前半の9分でした。ペナルティをジーコが冷静に決めて1対0。さすがにこのジーコを冷静に決めました。そうですね、落ち着いてましたね、はい、後半の6分です。ジーコ、マルシオ、そしてパウロ・セザールと当たって2点目です。やはりジーコがもう本当に起点になってますよね。そうですね、3点目もジーコなんですよこれ、はい、これは代表のバックラインがオフサイドトラップをかけようとした。あ、そうですか。裏に出ましたよね、1人ちょっと残ってたんでオフサイドにならなかったですよね。デラシールのシュートが決まりまして、これで3点目です。さて新生全日本終了の5分前です。吉田左足のシュート、これは素晴らしいシュートだったですよね。その前に相手の股を抜いてね、はい、敵をかわしましたけども、吉田君の特徴がよく出てましたよね。そうでしたから、はい、結局日本はフラメンゴに3対1と敗れました。さて一方の西ドイツのレバークーゼン、中国代表と香川県の高松で対戦しまして、前半の11分しっかりのパスをゲッツがシュートしてまず先制です。さらに後半にも角度のない左サイドからこのシュート、どうですか。これは見事ですよね、パルケンマイヤーです。浮いたボールをね、低いシュートできましたけど、あれは難しいんですよね。2対0と中国に快勝しました。そしてこのフラメンゴ対レバークーゼン、まあ、ジッコ対このチッタの対決ということで非常に話題を呼んだんですが、雨の京都西京極で行われました。前半の24分チッタ、デカイザー、そしてチャンプンですね、シュートの前の、ね、トラップが非常に良かったですよね、体を入れて、ね、はい、しかしフラメンゴも36分このエジーニョのロングシュート、これはレバークーゼンはちょっと不運だったですよね。ディフェンダー当たりましたね、結局1対1の引き分けです。さて日本代表ですが、中国代表と6月2日名古屋で対戦したんですが、まあ、このゲーム見てみるとどうも思い出しませんか。そうですね、また10月26日ですか、はい、また悔しさが蘇ってきましたね、はい、3対0と中国が一方的に日本に圧勝しました。そして予選最後のゲーム、フラメンゴは中国と対戦しまして、ジーコからジェルソンと当たりました。これで先制です。その後中国はマーリンがヘディングシュートを決めます。いい点ですね、これもね。しかし中国を及ばず、まあ、フラメンゴは勝ち点4で決勝進出ということになりました。一方のレバークーゼンが青宮で日本代表と戦いまして、やや苦戦したんですが、後半にハウスマン、これで勝ち点5で今日の国立のこのフラメンゴそしてレバークーゼンの対決となったわけですが、さあ前半の45分が始まりました。右にエンドを取っています西ドイツレバークーゼン、そして左側がおなじみの赤と黒の横島のユニフォームフラメンゴです。レバークーゼンの方は勝ち点5、そしてフラメンゴの方が勝ち点4という成績です。両チーム3戦戦いまして、レバークーゼンが4得点失点が1、一方のフラメンゴの方は5得点失点が3です。予選リーグの成績は1位がレバークーゼン勝ち点5、2位がフラメンゴ勝ち点4、中国代表が勝ち点3と続きました。日本代表は惜しくも0勝3敗、勝ち点を上げることができませんでした。さあ東京の国立競技場、京都と全く同じカードがこの決勝戦です。
今日はウィークデーですけど、はい、お客さんが入りましたね。あ、そうですね、バックスタンドかなりのお客さんが入っています、はい、加藤さんどうですか、この試合見どころ一言で言うならばどのあたりでしょう。そうですね、先ほど冒頭であの言いましたようにね、はい、南米の意地と、ヨーロッパの意地っていうのがね、なるほど、どういうふうな戦いぶりを見せるかっていうのは一つ楽しみですよね。さあフリーキックです。ジートから右に回した、しかしディフェンダーカットしました。さあそれでは両チームのスターティングイレブンご紹介したいと思います。赤と黒の横島のインフォーム、フラメンゴからいきましょうか。ゴールキーパーはカンタレリ、34歳のベテランです。ディフェンダーは2番のバウミール、今年20歳です。非常に若い選手、これはオフサイドです。3番のレアンドロ、もちろんワールドカップの86年メキシコ大会の代表をこれは辞退しました。82年のスペイン大会では大活躍を見せました。そして6番のパウロ・セザール、日本代表のゲームで1点を取っています。14番のゴンサルベスがディフェンダーに入っていますが、実はエジーニョがブラジルのリオのゲームのために急遽帰国いたしました。21歳ゴンサルベス。中盤は4番のデラシール、8番のジェルソン、そして9番のジウマール、フォワードは7番のマルシオ、そして10番のジーコがフォワードに登録されています。11番のパノマです。立ち上がりは非常に慎重ですよね、両チームともね。なるほど、さあ試合前の表情どうだったでしょうかね。まずあのフラメンゴサイド、若林アナウンサーがついていますが、さあこのチャンスだ、シュート打てるかどうか、シュートした、クロスマークありました。惜しい、レバークーセン、白のユニフォーム、ゲッツですか、今シュートを見せたのは。そうですね、レバークーセンのメンバーはまた後ほど詳しくご紹介したいと思いますが、この選手が9番のゲッツです。東ドイツディナモベルリンから、まあ、実はこのレバークーゼンに亡命してきました。ユーゴのベオグラードで亡命してこの1年間出場停止処分を受けたんですが、さすがに21歳の東ドイツのイース代表の選手、素晴らしい活躍を見せます。さあフラメンゴサイドの若林さん、はい、ジョアン・カルロス監督は開幕戦の時にはかなり激を飛ばして、はい、あるいはジーコ選手も一人一人と握手していたんですが、もうここまで来たら慌てるもしょうがないということなんでしょうかね。静かな雰囲気の控室でした。ただですね、ドリブルを使って深くバックラインに入り込むこと、パス&ゴーの基本を守ること、いわゆるこのフラメンゴのサッカーをすること、一人でやるのは助け合えと、このことだけは、注意しました。そしてこれはドイツにない特色なんだと、フラメンゴのサッカーをやれば勝てるということです。以上です。そうですか、かなり自信があるようです。さあいいところでフリーキックを得ました。そうですね、さあちょっと直接狙うにはね遠いかなって感じですけどね、分かりませんよこれは。どうしますか。もちろんこの9番ジューマールもいますが、10番のモチチーコがフリーキックのスペシャリストです。ジューマールを蹴った、ゴールキーパーを抑えました。ホルボーンキャッチ、今ジーコが行ったな。そうですね、あの壁側にね、1人9番の選手がいましたけども、はい、壁側の選手が蹴るとキーパーが見えないんですよね、蹴るところが。なるほど、いいスルーパスが出ました。ここからシュートを取るか、あーゴールキーパーホルボン、ナイスプレー、よく飛び出しました、ゴールキーパーのホルボン。今はパスも素晴らしかったです。いいスーパーですね、キーパーの、ね、出足もすごかったですね、はい、よかったですね、はい、今のは7番のマルシオが突っ込んでいきましたが、ゴールキーパーのホルボーンよく飛び出してきました。これはゴールラインを割っています。今のですね、あのスルーパスが出ましたけど、スルーパスっていうのは相手のバックラインの裏に出るパスをスルーパスっていうんですけどね、あのそういうパスが一つのブラジルサッカーの攻撃の特徴ですよね。そうでしょうね。それでそのパスの出し手がやはりジーコっていうのは多いですよね、はい、攻撃のそのあたりあの試合の中でね、怖さっていうのをあの加藤さんはねもちろんディフェンダー出してから、はい、連れてもらいたいと思います。さあ前半の5分を経過しました。まず一進一退と言っていいでしょう。それではバイエル04レバークーセンのメンバー紹介をしたいと思います。またシュート、クロスバーを奪いました。メンバー紹介をしようと思っているところにさっとやっぱりシュートが来ます。それだけやはりあのゴールからゴール両チーム攻め合っているという感じの前半立ち上がりです。そうですね、はい、さあバイエル04レバークーセン、ゴールキーパーがホルボン、今年25歳、20歳からずっとこのレバークーセンのゴールを守っています。183センチ。ディフェンダーは4番のブンツォル、本来は中盤の選手ですが、リベロのフェルスターが足の故障でこの日本に来ていません。したがって、ブンツォルがリベロの役をしています。
6番のキンターバーガー、そして15番の今日はケント・シュケ監督サンターを入れました。16番のデカイザー、中盤は5番のクヌト・ラインハルト、まだ20歳です。そして8番のハルケン・マイヤー、この大会1得点。9番のゲッツ、11番のチャブン君、35歳になりました。フォワードは3番のトイバー、そして14番のセンターフォワードのバースです。レバークーゼン、今メンバー紹介、ご紹介しましたように、実は10番のチッタが出場していません。残念ですね。チッタは実はあの体調を壊しまして、ここ3日間ほとんど食事は取れません。したがってコンディションが非常に悪くて、まあ、サブでベンチには入っているんですが、とても出場できる状態ではない、非常に残念になっていました。おそらく日本のファンの皆さんがこのフラメンゴの10番のジーコ、そしてレバークーゼンの10番のチッタ、この2人のブラジルの誇る10番の選手、この2人の対決を楽しみにしていたんじゃないかと思いますが、今画面の方は7番のマルションが映っていますが、実はチッタはスタメン欠場ということになりました。そうですね。でもドイツでですね、ブラジルの選手がプレーするというのは初めてじゃないですかね。そうですよね。おそらく今のブンデスリーガの中ではこのチッタだけだと思います ね、ブラジルの選手は。なかなか南米の選手というのはドイツとかにあってはプレーしないんですけどね。今画面一番左側に映りましたのがケント・シケ監督とご紹介しました。実は監督代行と言っていいと思います。6月の3日にこのレバークーゼンのエリヒ・リベック監督がドイツに帰国しました。このリベック監督も非常にナショナルチームのコーチを務めるということで非常に優秀な監督なんですが、ハンブルグ・シュポルテ・フェラインにジェネラルマネージャーとしてトレードされたんですよね。ですからこの大会、まあ、オフシーズンに入ってますからね、すぐさまもうこのチームを見てくれということで、まあ、ジェネラルマネージャーと言いますと、監督の上、まあチームのいわゆる代表社長ということになりますが、さあフラメンゴシュートを打てるか、チャンスになりました。ここからシュートを打てるか、シュートを打ったがゴールキーパーよく反応した。なおもチャンスが今節通じている、横を抑えました。ドルボン、これファウルがありました。しかしボールを持ってですね、攻めの形を作ると必ずシュートまで来ますね、両チームともね。さすがにやはりゴールの本当にもう緊迫した場面が見られますからね。そうですね。そういう意味じゃ今日の試合はものすごく面白くなりそうですよね。まあチッタがレバークーゼンをかけています。一方のフラメンゴの方はとにかくメキシコのワールドカップキャプテン、センターバックを務めたエジーニュがブラジルに帰ってしまったんですが、もうこのプロになると技術あるいはスピード、パワー、このあたりは紙一重。特に若手の選手はですね、ぐんぐん力を伸ばしてきてますからね。そうですね。そういうものはなんていうんですか、もう全体の力でカバーできるって感じもあるかもしれませんね。このクラスになるとですね、はい、もう20歳とか19歳ぐらいの若い選手、まあ日本では若いって言われてますけどね、もう年なんか関係ないですよね。年なんか関係ない、そうですよね。実はフラメンゴの方にはとにかく19歳の選手がですね、今ジーコが映っています。今年35歳になりました。サブでジメラス、ファビオ、そしてゼ・リカルド、ルイス・カルロス、ジェシマールと今5人も入ってるんですよね。そうですね。ですから遠征させていろんな試合経験積ませて、もっともっと大きく伸びてほしいということでしょうからね。もうある意味じゃ技術とか戦術眼っていうのは完成されてますからね。あとは駆け引きみたいなのをね、こういうゲームで覚えていく、そういう育て方をしているんでしょうね。風はほとんどありません。午後6時現在の気温が 27.5 度、湿度が 53% という東京国立競技場です。南の風 3.9 メートル。しかしフラッグを見てみるとほとんど揺れていません。そうですね。それで今日はちょっと暑いですよね。今日の関東地方は平年と比べると5度から8度も高くて、東京では最高気温が29度6分まで上がりました。平年よりも5度高いということで、まだ27度を超える。そういえばブラジルでリオで、フラメンゴ対クリミネンスのゲームをマラカナスタジアムで見たんですが、日中の最高気温が28度、そして5時現在でやはり25度ぐらいありました。ブラジルが5月の後半でしたけどもね、はいはい、そうするとフラメンゴにとっては気象条件としては非常にもう最適なということでしょうね。ホームゲームみたいなもんでしょうね。そうなんでしょうね。前半の10分を経過しました。両チーム0対0です。読売クラブにですね、ブラジルの選手がいるんですけども、彼らみんな暑いのが好きですよね。あ、そうですか。はい、そういう意味じゃ、はい、今日の、ゲームっていうのはね、ブラジルの選手にとってはやりやすいかもしれないですね。一方のレバークーゼンの方はね、ドイツでしょ。はい。まあしかしもう6月に入ればかなり気温も上がってくるでしょうね。まあそれ以上にね、暑さを苦にしないその体力がね、ありますから。なるほど。
さあ、ただ暑いのはね、やはり苦手でしょうね。さあ、いいところでフリーキック、またフラメンゴ、ここねフリーキックからチャンスを迎えようとしています。3本目のフリーキック、9番のジュマール、この選手はロサンゼルスオリンピック得点王になりました。銀メダリストです。ロサンゼルスオリンピックのサッカーの優勝国はフランスでした。フランスに今度は狙うような格好して他の選手に合わせるかもしれないですね。ジークずっと後ろの方に下がっています。左足のシュートをクロスバーを越えました。カードを買っています。ジュマールのシュートです。この選手はあのポンタプレタというチームからフラメンゴを借りてきたんですが、実はポンタプレタといいますとあの日産に行きましたオスカー選手が所属していたチームですね。このジュマールも非常にこの大会いい活躍を見せています。そうですね、はい、山下さん、はい、このジュマールですがね、ジュニアの時にピポッカ、ポップコーンというあだ名がありましてね、はい、走るというよりこうピョンピョングラウンドを飛ぶからそういうなんかあだ名がついているんだそうです。なるほど。白のユニフォームがレバークーゼン、そして赤と黒の横島のユニフォームはブラジルのフラメンゴ、ジーコが率います。さてこのホワイトカラーの、レバークーゼンは、船越アナウンサーがついておりますが、船越さん、はい、まずですねゲルト・ケントシュケ監督代行は、はい、チッタ・ゼックラーと2人の怪我人が出て大変苦しい試合になると、しかもですね正直言ってチームの状態もちょっと下降線をたどっているんだという話なんですね。でしたがって試合前には戦術的な話は全く出ませんで、とにかく気力で負けてはいけない、走り負けてはいけない、君たち止まったらサッカーはできないよという話だけを盛んにしていました。あ、そうですか。それからですね、シッターはまあ寂しそうにベンチの一番左隅にいるんですが、日本の皆さんに自分のこの体調が悪くてサッカーを見せられずに非常に残念ですと、またぜひ日本の皆さんの前にいいサッカーをご披露したいという話をしていました。あ、そうですか。それでレバークーゼンが勝つためには相手のレアンドロとジーコにサッカーをさせないことだという話ですね。あ、やはりそのあたりはシッター、さすがにブラジルよく知ってます。さあジーコですが、ここでまたファールです。今ですね、ファールしたあのヒンターバーガーがね、はい、ジーコにマンツーマンでついてますよね。ドイツの方はね、はい、レバークーゼンの方は全部あのマンツーマンですね。マンツーマンで来てますか。マークする選手を決めて、その選手が動くとこはどこでもついていくというやり方をしてますよね。さあ4本目のフリーキック、一方のもちろんあのフラメンゴの方はゾーンディフェンス、そうですね、だいたいエリアを決めて、そこに入ってきた選手をマークするってやり方ですよね。フリーキックスペシャリストのジーコのフリーキック、9番のジューマール、そして10番のジーコ、またジューマールシュート。あ、やはりジーコが行くと見せてジューマールですね。あのやっぱり壁側にいる選手が蹴った方がですね、はい、それで壁側の方ゴールキーパーが今開けてましたよね、だから左足で、左にカーブするボールを蹴った方が入りやすいですよね。まあ、おそらくあのそのあたりはディフェンス壁できましたけども、レバーコーゼの方はジーコだろうということで読みで壁作ったんでしょうね。いや、今ちょっと真ん中よりも左側であのファウルがありましたので、はい、その時は左側をその壁を作って右側をゴールキーパーが見るわけですね。なるほど、はい、そのあたりでやっぱりジューマールのポジションの方が、そうです、確率は高い、はい、蹴るタイミングが分かりませんしね、ボールが最初見えないわけですよね、壁に、はい、隠れてますから。さあこの両チームの対決、予選リーグではとにかく1対1の引き分けでした。シュートを決めたのはチャムンコ、そしてエジーニョでした。そのエジーニョはブラジルに帰りました。さあレバークーゼンチャンスを迎えるか。うーん、浅いラインできちんとこのディフェンスラインがですね、もうオフサイドトラップみたいな感じで作ってますね。そうですね、非常にね、ボールの出どころを読んでますよね、はい、ですからなかなかパスのコースが見つからないから、今みたいなミスパスが出てきますよね。あ、なるほど、はい、前半の15分、試合の方はややリズムをフラメンゴが取ってる感じです。0対0、マルシオ、そしてドンサロ、4番のゴンサロ、リベロです。この選手はポーランドじゃ中盤の選手ですね。そうなんですよね、はい、82年のスペインの大会、そして86年のメキシコの大会、いずれもブラジル、ポーランド代表となっています。おお、まだボールが生きています。ここでクリアしましたゴンサロ。この選手は79年のワールドユースの大会にも、日本に来ていまして、来日は2度目です。
非常に活動量の多い選手ですね、まあ、スイーパーに入ってますからね、今日はそうでもないですけど、さあフラメンゴこの4番のデラシールがですね、攻撃の後ろの方の攻撃の起点になる選手ですね、ブラジルの、ブラジルの、はい、ということはよく言いますが、あの中盤の底と言いますね、そうですそうです、そのポジションにいるわけですね、はい、センターバックは2人いますけども、はい、その前ぐらいにいてバックからボールを受けてボールを配るわけですよね、それで前目ではジーコが、はい、あの最後の攻撃の起点になってますよね、なるほど、はい、まあ、とにかくこの両チームはフラメンゴの方には10番のジーコ、そして3番のレアンドル、この2大スターがいますが、一方のレバーコーゼン11番のこのチャブン君、とにかく韓国人のプロとしてレバーコーゼン、まあ、西ドイツに行って9年目なんですが、もう本当によく働いています。そうですね、私は1978年のアジア大会で、はい、実は韓国でチャブン君がまだ代表の頃にやったことがあるんですよ、強烈な印象を持ってますね。そうですね、はい、35歳になりましたけども、しかし相変わらず突破力ありますね。そうです、何しろスピードがありますよね、はい、とにかくアジア人の西ドイツのブンデスリーガにプロに入ったのは契約第1号がご存知のように日本の奥田選手、その後に78年のキリンカップに来日しました、韓国代表として来日しましたチャブン君で、このキリンカップが終わった直後に実は西ドイツの方ダラムシュタットでしたかね、あそこに、はい、契約したんですよね。ですから、まあ、はい、一緒にね対戦してましても桁が違うなっていう感じをしてましたからね、 その頃から、はい、韓国代表の中でも一つ、一回りスケールが違うって感じでしたよね。なるほど、はい、ロックシュート、クロスバーを取ります。今ジュマールがシュートを打ちましたけども、はい、ボールを持っているジュマールの周りの選手がさーっとバックラインの裏に入ってきますよね。あ、なるほど、それを、ね、よく見てほしいと思いますよね、はい、ブラジルのからジノサネというかコーチが読みに来てますけども、はい、彼はボールを持っている選手よりもサポートする選手の方がサッカーでは大事なんだと、そういうふうなことをよく言いますよね。まあ、それにね、このフラメンゴと戦った同じ読売サッカークラブの堀池選手が言ってましたけどね、はい、とにかくジーコがどこでスルーパスを出すか不気味だと、はい、もうとにかく裏を取られないように取られないようにということで非常にね、その苦労したそうなんですがね、やはりそのあたりはもう南米のチームというのはよく読んでるんでしょうね。そうですね、パスの、ね、出所っていうのは大体視線で分かるんですけどね、ディフェンダーっていうのは、彼は視線をわざと他のところに向けておいて出してきますんでね、なかなか読めないんですよ、はい、同じブラジルからこのレバークーゼンに来ましたチッタが今映りましたが、いつもいて寂しそうですね、やっぱり本読んでますね、ブラジルの雑誌ですね、まあ、とにかく西ドイツに来ましてね、まあ、ドイツ語がまだまだその十分でない、はいはい、ポルトガル語あるいは英語を少しということで、本人もフラメンゴの選手と会って非常に楽しそうでした。ですからジーコあるいはレアンドロこういった選手とですね、もうパーティーの席でももう見つけてはポルトガル語をですね話をしてましたけどね、やっぱり言葉の障害ってのもやっぱ感じてるかもしれませんね。よくそういう言葉の障害で悩んでね、はい、プレーまでダメになってしまう選手が多いんですけどね、大活躍してるわけでしょ。そうなんですよ、もう早くもこのレバークーゼンではアイドルとなっています。3年契約ですから、あと2年半もちろんこのレバークーゼンに在籍するわけです。とにかく知ったというとこの3号10に固執した男ということで、まあ、フラメンゴには10番スーパースタージーコがいる、そしてブラジル代表ももちろん10番ジーコです。ですからこのジーコの存在があるがためにフラメンゴを去ったり、あるいはブラジル代表の座を自らリタイアしたり、はい、本当に10番というのもですね、南米の選手が憧れてるんですよね。そうですね、やっぱりものすごくプライドを持ってますよね、ただドイツ行ったらチッタがですね、はい、人気があるっていうのはよくわかりますよね。ああいうタイプの選手は いませんからね、ドイツに、ボールタッチの柔らかいね、はい、未来性のあるプレーをする選手っていうのは、バウミールのプレーですが、これはノーホイッスル。今も自分でボール出してから、すぐボールをもらう動きして上がってきましたけども、ブラジルの、はい、サイドバックっていうのは非常によく上がりますよね、
キリンカップサッカー88決勝戦、ブラジルのフラメンゴ対西ドイツのレバークーゼン、前半の20分を経過しています。0対0です。打ったロペスシュート、左足のロングシュート、いやー素晴らしいシュートでしたね。今のジェルソンですか、あのは決まったかと思ったんですけどね、キーパーもよく反応しましたね、はい、最初のコーナーキックショートコーナーですよ、はい、ショートコーナー行きました、ジーコからジュマールのシュートが外れました、シュートの数はフラメンゴこれで7本、一方のレバークーゼンが2本です。今ね、はい、逆サイドに合わせるような格好をしてて直接狙ったでしょ、ああいうとこはやっぱりあのブラジルらしいですよね、ああいうとこはもうそのまま上げてしまうんですけどもね、さあフラメンゴ対レバークーゼンの対決、前半の20分をもう早くも経過しています。得点は0対0です。実は日本代表と、ね、フラメンゴ初戦で対戦しまして2対0と3対1と日本が敗れたわけですけども、はい、その時にフラメンゴのジーコがですね、試合が終わった後の記者会見で日本代表について、はい、とにかくあのスピード速くというかプレーをするということよりも、はい、速くしてそのミスするよりも、はい、遅くとも正確なトラップあるいはパス、はい、こちらの方が自分としてはサッカーにおいては大切ではないかというコメントをですね、はい、日本代表に対してアドバイスを送りました、はい、だからあのこういう中盤とかですね、はい、そこであの簡単に敵にボールをやるなっていうことなんですよね。なるほど。それはやっぱりあのゲームを支配しないとやはり勝つ確率っていうのは少なくなりますからね、ボールをそのつなげなかったらやっぱりシュートをするチャンスが生まれてこないわけですからね、そういう意味じゃあのジリコの指摘っていうのはね、日本の代表チームだけじゃなくて日本のサッカー全体にね、はい、言ってるんだと思うんですよね。いいな、これ蹴り出したのは1人フラメンゴの選手が倒れています。2番のバウメイリが今タッチライン、11番パルマが倒れています。どちらの足でしょうか、主に膝かなんか入ってたんですね。そうかもしれませんね、はい、まあ、こういう形ではよく自分の選手が負傷している場合にはタッチライン蹴り出して、それで負傷の手当てをするということが国際試合では見られます。この、 太ももに入るというのは痛いんですよね。そうでしょうね、よく野球の場合自打球が痛いと言いますよね、足に当たると、はいはい、サッカーの場合は よく膝が相手の膝がね、入るんですよ。最初はしびれた感じがしましてね、はい、なかなか力が入らないんですよ。なお今日のレフリーは主審が高田静雄さんです。もちろんメキシコのワールドカップでも笛を吹きました。ソウルオリンピックの審判にも指名されています。ワイズマンが曽川さんとタシさんです。山下さん、はい、ここまでレバークーゼンのケントシケ監督代行は比較的静かなんですが、まず一番注意していることはですね、はい、ボールを持っている周りの人間がもっと動いてやらないとパスが通らないんだということを再三言ってますね、はい、それから攻守の切り替えをもう少し早くするように、特に8番のフェルケンマイヤー選手、はい、攻めるときはもっと前に出ていいんだという指示を盛んに送っています。今船越アナウンサーからリポートが入りました。加藤さん、今の指示どうですか、ベンチから。そうですね、やっぱりボール持った時にフラメンゴのコースの消しが早いんですよ、パスのコースの簡単にね、ディフェンスだからなかなか、そういう意味じゃパスがね、はい、通せないって言いますか、だから他の選手が上がれなくなってるんじゃないですかね、はい、そうすると、まあ、活動量もあるけどもそれ以上にフラメンゴのディフェンス陣の読みがいいということになりますね、はい、トイパーですからパスのコースがですね、はい、1本しかなかったら1人しか上がれないわけですよね。だから消し方が早いから4本あるところ3本消されたら1人しか、はい、まあ、安心して上がれないと。レアンドロ大丈夫でしょうかね、一旦起き上がろうとして、それから口のあたり切りましたかね。山下さん、はい、このジョアン・カルロス監督はフラメンゴ、相手が体格が大きいので、こうガツ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 こうぶつかっていくのに自分たちも合わせるのではないというような見方をしていますね、はい、自分たちのサッカーをあくまでするようにということです。ブラジルのサッカーをということですが、加藤さんいかがでしょう今の。そうですね、ジノサルなんかもよく自分たちのサッカーをやると、はい、練習してること以外はね、試合でできっこないんだから、はい、練習しとりてる通りにやりなさいと、そういうふうに僕らもよく言われてますよね。今画面映っていますのがジョアン・カルロス監督35歳です。ただそういうふうにやるためには、はい、ボールを支配しなきゃいけないし
それぞれの自信がね、やっぱりあの、うん、俺らは負けないんだっていうかね、そういう自信がやっぱりあるんでしょうね。あるんでしょうね。一方の今釣りましたのがケントシケ監督代行です。ちらっと時計を見ました。お激しい当たり、これはファールを捉えました。今みたいですね、一、はい、人ボール持ってるとき後ろからバンビールがあの詰めてましたよね、そういうときにあのもう一人フォワードの選手がね、もう一人挟み撃ちにするようにして提出しますよね。なるほど。ああいうことをどん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 やっていかないとあのボール取れないんですよね。はい、はい、まあ、バスケットでいうダブルチームという表現もありますが、ね、さあここからフリーキックセンターリーグ、センターリーグシュート打てるか、いや打てません。ディフェンダー1回クリア。ああいう地域からのフリーキックもですね、今みたいにもうライナー性の速いボールをやるとですね、ディフェンダーっていうのはあの自分がこの辺に来ると分かってても反応できないんですよ。なるほど。ですからあの非常にねバックにとっては嫌なボールなんですよね。あのボールはブラジルのフラメンゴ対西ドイツのレバークーゼン、両チームまだ無得点です。見せてますね、ジーコが。ジーコが見せます。はい、さすがに本当にあのスラロームのようなですねパス動きというのを見せます。相手の足を出してくるのも予感してますよね。トイバー、ミニ・チャムンク、ずっと真ん中にバースが行きます。ああいうところの、ね、読みっていうのは早いですよね。しかしそれにしてもあのゲームのテンポが非常に早いですね。相手のゴールからゴールに向かって両チーム攻め合っています。ジーコが倒れました。左の膝、今あのボールごと足をかさらってきましたからね。まあ、あの何回もやられてるんでカッカきてたんじゃないですか。そうですね、ジーコはこの左の膝2回手術を行いました。で友人がねこの膝の手術の2回目の VTR を実はジーコは持ってまして、ね、見せてくれって言ったところ、ジーコはねいやとても見せるものじゃないよ、あんなのは怖くて見られないよと、はい、それほどのその手術だったそうですね。それ復帰してここまでのプレーをするんですからね。前半の30分を経過しました。依然として両チームまだゴールを割ることができません。ジーコの治療が続いています。レバークーゼンの10番のチッカ、体調を崩してこのゲームには出られません。一方のフラメンゴの10番のジーコ、左の膝大丈夫でしょうか。大したことないといいんですけどね、ジーコが抜けたらちょっと見どころがね本当にねなくなるっていう感じですからね。あ、奥さんのサンドラ、プラティンのインタビューがフランスで行われましたが、このフランス日本とずっとジーコと一緒にこの旅をしています。山下さん、はい、でまあ、日本各地いろいろ見れたんですが、特に印象が深いのが鹿児島だっていう話です。鹿児島、あの気候がね、ブラジルにこの海岸線とか似ているっていうんですよ ね、 で実はですね、桜島がその時小爆発をしましてね、チームの全員がもう帰ろうと言い出したそうです。なるほど。でですね、そのいつも一緒に回ってるってことなんですが、まあ、今回は練習なので、まあ、常に一緒にいられないのが残念と、まあ、ちょっぴり驚きを話していました。そうですか。です。鹿児島 の、 その桜島の爆発、まあ、鹿児島の象徴は桜島なんですが、このリオデジャネイロ、いわゆる、市民の象徴はポルトガードの丘にキリストの像が立っています。30メートル近くあるんですが、この丘からキリストがじっとこのフラメンゴのクラブ、正式名称はクラブレガッタフラメンゴといいまして、1895年に創設されました。それはレガッタボートのクラブとして創設されましたが、その後フルミネンセ1902年、これはイギリス人のクラブなんですが、この1902年にフルミネンセができまして、その9年後に1911年にこのフラメンゴにサッカーのチームが誕生しています。今年で77年目を迎えました。77年目を迎えましたフラメンゴです。アオミール、ファールです。やはりあのブラジルの高い個人技、これがね、お、ジーコ、いやね、非常にねレバークーゼンの選手がね、激しい当たりをしてるんでね、はい、もうちょっと取れって文句言ってるんですよ。なるほど。もうちょっとしっかり取らないと怪我すると。ただね、ああいうあのレフェリーに対するアピールが、ちょっとあの口表現が汚くなりますとね、すぐあのブラジルなんかイエローカードってことになりますね。もちろん文句言っちゃいけませんからね。これは手を出しました、ファール。ただね、キャプテンはね、ああいうことね、僕は言ってもいいと思うんですよね。まあ、その怪我させられちゃね困りますからね。ドラメンゴのキャプテンがジーコ、まあ、レフェリーに対する駆け引きもあるんですよね、一つは。
今度はファール取ってくれるんじゃないかっていうね、そういうね期待があるんですよ、ああいうところ。そのあたりは演技賞とは非常にうまいこのブラジルのチームです。さあレバークーゼンのバースキャプテンに対するファールで3枚目が立ちました。その中心にいるのはジーコです。チャベンクが右サイドにいますからね。もこのぐらいの距離でしたら直接もう優に狙えますからね。このラインハルトが左サイドからぐっと上がっていくのか、ここからは十分に狙える距離です。30メートルぐらいの距離があります。ちょっと壁を下げろというレバークーゼンでしょうか。今壁がね、はい、なかなか下がんなかったので、から今、ね、だんだん前に行くんですよ、はい、気持ちは分かりますよね。これはジーコでしょうか、これジェルソンでしょうか、ジェルソンですか、そうです、ジェルソンに対するイエローカードですね。ポルトガル語でね、かなり言ってるんでしょうね。そうでしょうね、分かりませんから、はい、だから、はい、静岡さん、日本人のレフェリーです、はいはい、ポーンと浮かして真ん中でトイバーヘディング、これ詰めることができるか、レバークーゼン、キーパーのカンタレリを抑えました。今みたいな攻撃にもですね、はい、ブラジルの選手というのは高さにも負けないですよ ね、 非常に 強くなりましたよ。レアンドルが182センチ、まあエジーニョもですね181センチを超えます。今日のゴンサルベスが177センチですね、はい、エジーニョの代役が。センターバックの2人っていうのはどこのチームでも大きい選手がいますよね。もう南米はそうですよね。南米だけじゃなくてね、はい、ヨーロッパでも真ん中の選手っていうのはね絶対やっぱり大きくなきゃダメだっていうか、まあ、その中で、はい、アジアの日本の加藤久志さんがね、はい、とにかく日本のセンターバックとして181センチはもちろんありませんないです、ね、それでも頑張ったんですけども、はい、もうアジアナンバーワンのセンターバック、まあ、リベロとして活躍されました。でやはりそれをカバーするのは何だったんですか、加藤さん。そうですね、僕はやっぱりポジショニングじゃないかなと思ってるんですけどね。それは前半の35分を経過しています。両チーム無得点。東京の国立競技場、このブラジルと西ドイツの両チームのプロのぶつかり合いに酔いしれている感じがします。バックスタンド右サイドではサンバのリズム鳴り響きます。今レアンドルがね上がってますけど、はい、その時にきちんとバックの、センターバックの位置に、下がってますよね。14番ですね、はい、この辺り の、 コンビネーションが非常に素晴らしいんですよね、自分の役割っていうのよく知ってますよ、はい、いやすごいこのボールの奪い合いです。パッとよく追っていきます。やはり今日はこの京都のゲームと比べると両チームともに点を取ってとにかく勝つんだという、そういう意欲がもう前半立ち上がりね、負けられませんよ、本当に見られますね、まあ、日本にはもちろんプロのチームがないわけです、はい、でこのキリンカップ日本の皆さんにもう海外のそういう高い個人あるいはパワースピード毎年毎年ご覧いただいてこのサッカーの楽しさそして醍醐味を味わっていただこうということなんですが、この決勝戦も本当にレベルの高い、そうですね、西ドイツのブンデスリーガの一部、そしてブラジルのリオデジャネイロあるいはサンパウロのリーグ、そのこのプロのなんていうんですかテクニック、それからスピード、それから頭脳、すべてを東京で披露してもらってる感じしますね、よくね親善試合だからね、彼ら遊びに来てると、はい、本気でやってないんじゃないかなっていう人がいますけどね、とんでもないですよね、やはり試合が始まればね、はい、どんな選手でも負けたくありませんよ、やっぱり、ね、そうですよね、もちろん山下さん、はい、レバークーゼンのケントシケ監督、はい、点が取れないのにゴールを逃がしましてですね、ついに11番のチャブン君をトップに持っていきまして、トイバーを少し下げましたね。チャブン君にもっと前へ出ろ、もっと行け。さあそのチャブン君にパスが通るか、右サイドいただきました。チャブン君が真ん中に行きます。右サイドからセンターリングできるか、低いセンターリングが得意のレバークーゼン。チャブン君は14番のバースが真ん中、みたいなボール の、はい、取り方もうまいですよね。決して体は大きくないんですけどね、はい、体の入れ方がうまいんですよ。チャブン君はものすごい体しますよ。胸板なんか距離が120センチぐらいあるんじゃないですか。そんなにあるんですか。そんなにあるかどうか知りませんけどねそのぐらいあるようなね迫力がありますよ。そば行ってみたらものすごい胸してますよ。まあ、一方のこちらのレバークーゼンの方の9番のゲッツ、この選手も胸板1メートル以上ありそうな、すごいね胸板してますよ。やっぱりそういうスピードとパワー、そしてラインハルト、
20歳です。まあね、スピードには状態を、筋力が必要だっていうのは、ね、ベン・ジョンソンなんか見ても分かりますよね。そうなんですよ、ね、上半身が、ね、ないと、うちの大学の先生なんかでもですね、はい、上体の筋力が強いとバランスが良くなるって言ってますよね。それはいわゆる背筋力って言いますよね。よくいろんなスポーツで必要なのは走行背筋力とは違いますか。まあ、胴体の腹筋背筋とそれから腕の 筋力ですよね。腕というか肩、その辺の筋力をつけた方がバランスが良くなるしスピードもつくんだと。それは実践されたのが加藤久さんで、本当に加藤さんもね、裸になると私も何回か拝見させていただいたんですが、素晴らしい状態をしてます。僕もね、そうなることを信じてね、一生懸命トレーニングしてるんですよね。やはりね、本当にそう思いますよ。自分でフラメンゴの10番のジーコだってさえやっぱりそういう14歳からウェイトトレーニング、毎日欠かさずやってきたわけですね。マラドーナなんかも、スペインの82年のワールドカップから、86年のワールドカップまでね、非常に、激しいウェイトトレーニングをやったらしいですよ。さあジーコのコーナーキック、合いません。しかしいいコーナーキックでしたね。合いませんでしたけども、そうですね、今のもカーブがかかってね、相手のディフェンダーがうまかったのでちょっと体を入れてね、ヘディングできませんでしたけども。山下さん、はい、ジョアン・カルロス監督はですね、もうだいぶ前の話になっちゃいますけども、試合前、とにかく神経質な試合になるよという言い方をしました。神経質な試合、はい、で先取点取った方が勝ち、ズバリ1対0で勝つと言っています。でここまでですね、サイドのマークをもっとしっかりという指示です。前半の40分を経過しました。依然として両チームまだパスがね、いいパス、あーっとするパス通りません。11番のパラマ快速インが走ろうとしましたが、ブンツォルがうまくね、パスのコース消しましたよ。なるほど、今のそうするとブンツォルのナイスプレーですね。ナイスプレー。さあジェルソンが行きます。ジーコが待っています。オフサイドラインギリギリいっぱい、一回オフサイドの旗が上がりました。今流しましたね、高橋優さん流しました。今度は左サイド、クルトラインハルト、この選手はレバークーザン、ハイリキの選手です。これはタッチラインを割っています。今ジョアン・カルロス監督の指示が出ましたが、要するにタッチライン沿いオープンスペースを気をつけろ、はい、これは両サイドからこうセンターリングを低いセンターリングで攻めていくレバークーゼンの戦法、これをやはり試合の中でも見抜きましたよね。そうですね、そういうところ早いですよ、みんな気づくのが、もう選手が監督が言う前に気づいてるんでしょう。今ジーコがファールじゃないかということで大きなアピールを見せました。前線にジーコが残りました。さあチャブンク、やっぱ上がりが遅いですよね。ですから今みたいにバックパスしてね、ブンツォル、それとやっぱり前にねパスのコースがないんですよ。なかなかラインハルト、クロスのパスは通りません。10番のジーコンできますが、これはタッチラインを持っています。さあこの西ドイツ対ブラジルの対戦、キリンカップでは過去3回あります。78年第1回大会ですが、ボルシア・メンヘン・グラッドバッハ対パルメイラスが対戦しまして、この時は引き分け両者とも優勝になっています。それから82年に、ベルダー・ブレーメンが優勝しています。この時にもパルメイラスでした。この時には延長戦4対2で、ベルダー・ブレーメンがパルメイラスを破っています。過去このキリンカップでは優勝チームは南米のチームが4チーム、そしてヨーロッパのチームが7チームということになっています。ただここ5年間を見てみますと、とにかく南米の方がかなり優勢です。優勝したのがパルメイラス、そしてサントス、インターナショナル、そしてフルミネンセ、まあ去年もリオデジャネイロのフルミネンセが優勝を飾りました。5年連続ブラジルのチームはこのフィニッパカップに決勝戦進んでいます。両チームともとにかくゴールを狙う執念、激しく攻め合っていますが、まだ0対0です。さあジーコ、ゴール
キーパーのコルボン。ジーコはあのボールがもらえないときはバックラインの方近くまで下がってきてあのボールを受けてね、はい、なかなかあの敵のゴール方向を向いてもあの持たせてもらえないんでね、バックラインまで入ってもらえますよね。それであのパスを出してますよね。やはりそのあたりのポジションをどういう風にして自分で取っていこうかというのも、もう感覚としていいものを持ってるわけですね、ジーコは。まあはい、あの日本のサッカーはちょっとさシュートはー惜しい惜しい。チャボン君のシュートか今のはあの、はい、一つの形ですね。あの点取る形してますね。高く切り込んで、はい、そしてセンターリング、はい、今のもあの逆サイドの、ね、ゴールポストの方に、あの上げた方が、はい、あの点になりやすいですよね。よくあの最近サッカーでは言われますが、もうとにかく逆サイドまでそのセンターリングでもパスでもクロスに持っていけと言いますよね、はい、今みたいにそれであのゴールの近い時はね、はい、手前のゴールポストが近い時は逆サイドで振った方がですね、キーパーも振られますよね。そうでしょうね、だから、ボールが合えば簡単に入ってしまうと、はい、まあ、先ほどの話ですけども、はい、ジーコは非常にいいポジションを取ると、僕が思うですね、世界のサッカーと日本のサッカーの一番大きな違いというのはね、ポジショニングの差だと思うんですよね。その辺の差っていうのは、ね、それはいわゆるオフェンスディフェンス含めての、そうですね、それもその読みの速さというのが必要なんでしょ。そうです。いいところを取る、そして速く取る、はい、だから体が動いてますけども、はい、それ以上にね、頭が動いてないと、頭が動いてないと、いい表現ですね、さあ深く切り込んで場面のシュートを打てるか打てない。さあ手元の時計は45分を経過しました。前半の手元の時計は45分を経過しています。しかしこのグラウンド上ではフィールド上では激しい両チームの戦いです。ちらっと見て、ああ前ですね、この辺りがさすがに、ちらっともうとにかく相手を見て、それからうまくかわしてきました、レアンドロ。よっぽど自分 の技術に自信がないとね、ハイプレーっていうのはできないですよね。ワールドカップクラスのやっぱりプレーですね、あれは自信のあるふりをしてね、ミスして、あの辺で捉えたら大変なことですからね。そうなんですよ、はい、さあフリーキック、ハイプレーです。ああこれはシュートまで持っていけません。キャプテンのジーコ、いや、やっぱり顔つきが初戦の日本代表のゲームと全く違いますね。やっぱりね、本当に勝ちたいんですよ。はい、チャブックがいった。おお、チャブックシュート当てるか、左足のシュート、ゴールキーパーよくセーブを見せました。カンタネリ、チャブックの左足のシュートよくセーブしました。いや、予選リーグの西京極のゲームではチャブン君の左足の見事なシュートが決まりまして、今なんかもう30メートルぐらいね、ボール持った瞬間に走ってるんですよ。チャブン君のね、一つの特徴なんですよね、相手の裏にギョーッと走って、それで非常にスピードがありますからね、それでもう振り切ってしまう、はい、とにかくブンデスリーガー非常に素晴らしいプレーを見せています韓国のチャブン君。最初のコーナーキック、ラバークーゼン、パーポスト、ディフェンダークリア、小さいクリア、ここは、おっ、よっと追っていく、パルマ、パルマ追っていくが、ボントル帰りました、キーパーにバックパス。あ、手元の時計ではもう2分を45分経過しています。あ、ここで前半が終了しました。ブラジルのフラメンゴ対西ドイツのバイエル04、ラバークーゼン、前半を0対0で折り返しました。最後の方がね、かなり優位なんでね、はい、おそらくフラメンゴは1点取って、その後、レバークーゼンが奮起して1点返す、それで最後にまたジーコがとどめを刺すと、なるほど、そういう展開の方がね、面白いんじゃないかなと思うんですよね、45分が始まりました。
ンドが変わります。右から左に黒とそして赤のユニフォームフラメンゴです。これが本来のフラメンゴのユニフォーム、そして白のユニフォーム、アウェーのユニフォームもつけています。西ドイツのレバークーゼン、左から右にゴールを狙います。ああいうところでボールを一回受けますよね、ジーコがね、はい、さあ後半もまたジーコのプレー注目してみましょう。普通はもっと前のポジションなんですけども、はい、ボールがもらえないとバックラインに入ってきてもらって、それから自分がパスを返していくと、ああなるほど、そういうやり方してしますよね、まあ、ですからあのジーコの動き方を見ると、本当に攻めのですね、はい、教科書みたいなのいうこと言えますか。そうですね、あのボール前でもらえるときはどこにポジションを取る、はい、もらえないときはじゃあどうするかっていうのちゃんとあの頭に入ってますよね、はい、両チームともに後半のメンバーの変更はありません。山下さん、はい、フラメンゴですけれども、控えの選手がですね、はい、全員ずっとハーフタイムの間アップをしておりまして、その辺に私非常にやる気を感じました。でその指示というのは特にありませんで、技術的なものは精神的なもので、自分たちの試合をしろ、フォワードが動け、3つか4つのチャンスじゃ勝てないぞと、そしてサイドバックからのセンタリングさえカットすれば大丈夫だ、1秒間1秒間に集中しろ、こういう精神的なものが多かったです。以上です。あ、そうですか。今若林アナウンサーからリポートが入りましたが、まあ、フラメンゴは前半の試合を見てみると自分たちのペースで戦っているというところで、そんなに細かいことは当然監督から出ませんよね。まあ、そういうあの自分たちがボールを支配している時間が長いとですね、意外とあの気の緩みというんですかね、はい、あのそういうのが出てくるんで、そういうところを言ってるんじゃないですかね。あ、なるほど。さあジーコはボール持った右サイド、相手を甘く見るなと、そういうふうに言ってるんじゃないですか。アミールこれは展開できるかどうか。山下さん、はい、一方のレバークーゼンケントシケ監督はですね、点を取るためにチャブン君を前に出して3トップを取るようにということですね。それから9番のゲッツも前に出て、はい、このゲッツがですねブンデスリーガーでは相当得点を挙げてるんですが、はい、今日も彼にどんどんシュートを打つようにと、とにかく攻撃的なサッカーをしろという指示を出しています。あ、そうですか。それから絶対1対1で負けてはいけないと、はい、気合で負けるなと盛んには精神的なことを指示していますね。さあいいところでまたフラメンゴフリーキック、ジーコ、おっとオフサイドの旗が上がってます。コーナーキックに変わりましたか。そうですね、はい、さあ左のコーナーキック、左の方はジルマールがコーナーキックに向かいます。真ん中にレアンドロ、サッパーが上がってきました。ゴール正面です。ゴールの方に巻くようなカーブボール蹴ると思いますよ。カーブを勝って低いボール、ディフェンダークリア、レバークーゼン。今両チームからリポートが入りましたが、レバークーゼン、まあケントシケ監督は3トップということでチャブン君、それからバースからゲッツを上げるということになりましたね。ゲッツがセンターフォワードに入って、チャブン君が右のウィングを入っているんじゃないですか。あ、なるほど、まあ、これは本当にあの点を取りに行く布陣だということで言いますかね。そうですね、さっきは2トップでしたんで、はい、エバークーゼンの方は足を痛めて、まあ、実は手術をしまして、内転筋を痛めた得点をチームの得点はシライヤーという選手がいますが、このキリングカップには来日していません。現在、キャプテン、本来のキャプテンのロルフ、ミッドフィルダー、ヨーロッパ選手権が6月の10日から始まりますが、このロルフは西ドイツ代表となっていますので西ドイツに残っています。そしてリベロのケルスター、そしてチームの得点王のシュワイヤー、それからディフェンダーでアロイス・ラインハルトという選手も、この選手は実はオリンピックのチームに入っていまして、したがってやはり代表選手、オリンピック選手、こういう現在西ドイツは有数の選手が目白押しというこのレバークーゼンです。ヨーロッパの三大カップ、ウェファーカップを制しましたレバークーゼン、昨シーズン、そしてその前のシーズンとブンデスリーガの一部では6位に上位に入っています。まあ、とにかくあのブンデスリーガでもうこのところめきめき力をつけてきて、そしてウェファーカップでは見事にエスパニョールを破りまして、このチャンピオンになったわけですが、ホームのゲームではとにかく3点を取ってアウェーの3点を逆転しました。で、同点にして、それから PK で勝ったわけです。さあ、ここはチャブン君、チャブン君が、あー、センターリング、ゴールライン割りました。
まあ、今、外で出ましたけどね、はい、ああいうふうに、クロスボールをですね、長いボールを合わせてそこから、センター力を上げてシュートと、全日本が行って入れた時もですね、チャボックはそういうボールを出しましたよね、はい、なるほど、そういう攻撃の特徴がありますよ。レバークーゼンはとにかくウェファーカップでは、フランスのツールーズ、オランダのフェイエノールト、からスペインのバルセロナ、西ドイツのフェルダープレーメン、そしてエスパニョール、バルセロナ、スペイン、こういうチームをいわゆるヨーロッパの一流クラブを撃破してチャンピオンに輝いています。さあリーコ一発が出ました。リッチマンのトラバポーンとロビングシュートはクロスバーを越えました。しかしいかにも南米らしいシュートです。パルマ、今日本代表惜しくもこの大会1勝も挙げることができませんでした。横山監督が映っています。日本代表チーム、それから中国代表チームのこの決勝戦を観戦中です。日本代表チームのゴールを守りました森下選手、森下選手によりますと、まあ、レバークーゼンの方は、オーソドックス外から攻めていく、攻撃が単調になりやすいということらしいです。で、1点差ゲームでフラメンゴが勝つんじゃないかという予想をしていました。さあもう一度逆に振りました。レバークーゼン、さあここから上げてゴール前で混戦に持ち込めない。ボールをキープします。ユファール、フラメンゴ。さあそのフラメンゴの後半のメンバー、前半と全く変わっていません。ゴールキーパーのカンタレリ、そしてディフェンスは2番のバウメイル、3番のレアンドロ、6番のパウロ・セザール、14番のゴンサルベス、ミドフィルダーは4番のデラシール、8番のジェルソン、9番のジューマール、フォワードに7番のマルシオ、そして10番のジーコ、フォワードに登録されていますが中盤の位置からずっと上がっていきます。11番のパラマ、快速のウィングです。さあずっと持って上がりました。ここからあーっと14番ゴンサルベス、しかしゴンサルベスも最終ラインから今ドリブルでずっと持って上がりましたよね。そうですね、まあ、たまにね、真ん中のバックもああいう風に、はい、前にパスのコースがないときは自分で持っていってチャンスを作りますよね。まあ、ですから本当にカウンターアタックあり、はい、クロスのパスあり、スルーパスあり、はい、そしてドリブル突破ありと、はい、相手に飛んでますね、はい、ブラジルのサッカーが、はい、さあ一方のレバークーゼンメンバー、後半前半と全く変わりありません。ゴールキーパーホルボン、前半なかなかいいプレーを見せています。そしてディフェンダーはさあ、ここはファールは取りません。ジューマールファールじゃないかという話ですがファールではありません。ディフェンダーは4番のグンツァル、そして6番のキンターバーガー、15番のサンター、16番のデカイザー、ミドフィルダーは5番のクルト・ラインハルト、8番のファルケンファイヤー、9番のゲッツ、11番ご存知のチャブンコン、フォワードは3番のトイバー、バース、チャブンコンが3トップ上がってきています。まあ、今ね、高田さんが10万円に対するファウルじゃないかと10万円を抗議したのに流しましたよね、試合中ああいうふうにファウルじゃないかと、僕らもね、よく自分がファウルされるとファウルじゃないかと言うんですけども、まね、試合としてはね、ああいうふうな、まあ、際どいプレーでも、流してくれた方がですね、非常に盛り上がるんですよ。そうでしょうね。それでね、僕らも自分がファウルと思ったら一応ファウルじゃないかと抗議は しますけども、やっててもですね非常に面白いんですよね。そうなんですか、なんかねぶつかり合いがあるたびに笛が鳴ってるとね、どうもこうやってる方もね、なかなかこうゲームに入っていけないですね。それはやはりサッカーというのはですね、本当に動きが止まらないスピーディーなゲーム、これはお客さんを楽しみにしてるでしょうから、ですから高田さんのレフリングというのはね、今日の試合いい試合にしている一つの要素ですよね。なるほど、はい、さあロビングパス、パスが繋がりません。レバークーゼン、マルシオからやらしい、もう一度マルシオ左サイド、ちょっとポジションチェンジ、ここからジェルソン右にバーンと返してディープでいきます。シュート決まらない、あっ、当たった、もう一度詰めてシュート、もう一回ヘディングシュート、入りました。ディープのヘディングシュート、バーン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 、ジーコ、ジーコのシュート決まりました。後半の10分、分厚い攻めフラメンゴ、最後はエースのジーコ、
素晴らしい攻撃でした。2段3段と飛んできました。まさに、まあ、シュートもね素晴らしかったですけど、その前のね山下さんが思わず声を上げたパスがね、あのパスっていうのはなかなか出せるもんじゃないですよね。青木さんとサンドラさん、右サイド北宮です。いや素晴らしい、このディークのプレーが見えました。パスをして、はい、なおかつ右に流れて、はい、最後フィニッシュを決めたジーコ。あ、ブラジルのサンバのサポーター、この格好見てくださいよ。日本にいてね、ブラジルの応援が見れるっていうのはね、まあ、マラカナと同じね、本当に女性サポーターのもうコスチュームですね、あれは。まあ、お金を払ってね、見に来た回ありますよね。そうです、あのぐらい楽しんだ方がいいですよね。シュートが決まりまして、後半の10分でした。ヘディングシュート、それでフラメンゴは1点を取りました。フラメンゴといいますと、この東京国立、とにかく、まあ、3回目の来日になるわけです。トヨタカップでは見事にチャンピオンに輝きましたこのフラメンゴ。1981年でした。7年ぶりに国立に姿を現しました。そしてジーコがもちろんまだ健在です。でとにかく背番号10番フラメンゴのジーコ、その去就が非常にブラジルリオでも注目されていまして、私たちもインタビュー攻めにあったんですが、どうやら日本でのプレーというのは可能性が少なくなってきたようです。しかし、まあ、本人はとにかくできればまだまだ日本でこういうところでゲームをしたいという気持ちは個人的に実はブラジルでありましたね。そうですね、日本にあるチームに入るっていう噂がだいぶありましたけどね。私とにかく日本に行って日本で最後のプレーを皆さん楽しみにしてますと言ってですね、ディープはわざわざ、いや最後ではないかもしれないよということをコメントしてくれたんですよね。ありがとうございます。失礼しました。はい、どうぞ。ご各地で試合やりましたでしょう。はい、ジーコはですね、鹿児島で少年サッカーの、まあ、この前座試合として、はい、キリンカップラーメンで行われるんですが、中に幼稚園の子が参加してましてね、もう最後までその子をじーっと見つめて、最後にみんな拍手していました。あ、そうですか。あとジーコは日本でサッカースクールだというような話もありますからね。ただこれだけの選手ですからブラジルが離さないでしょ。そうですよ、リオの人も大変ですよ。おっとトレーナー出てきまして、今ハリケンマイヤーのファールですか。高田さんがね、大したことないファールだから、怪我だからトレーナー入る必要ないと言ってるんですよ。マルシオです。このマルシオもアメリカ、リオにあります、リオリーグにありますアメリカの、まあ、このチームも大体ベスト5のチームに入るチームなんですが、ここからフラメンゴはこの大会に借りてきたチームです。まだ19歳、期待のアメリカのフォワードの選手です。さあ再びフリーキック、ジーコシュート入りました。フォルボーン、いやー、まだ私シュートと言ってしまいました。フリーキック、いや、シュートですよ。今ね、こっちが逆サイドにみんな上がってきましたんでね、角度も角度だったんで、みんな合わせると思ってたんですよね。逆サイドにロビンが上げてヘディングを狙わせると思ってたんですけども、足の外側にね、ボールを引っ掛けてシュート狙いましたよ。とにかく今日は国立競技場に3万5000人のサッカーファンが詰めかけているわけですが、もうフラメンゴのいわゆる南米、もうブラジルの戦い、だからこのジーコのですねプレー、自分に堪能していただいているんじゃないかと思います。応援も盛り上がってきましたよね。はい、で今フラメンゴをこれベンチサイドに見ると6人の選手がアップしています。何人か時々このグラウンド上に、いや、この画面ですが、珍しいですね、これも。いずれも若い選手ですよ。もう19歳が5人で、25歳のコズメが1人入っていますが、カルロス監督、まあ、状況によってはとにかくゴールキーパーのジメネスも登場させるかというフラメンゴです。さあ今度はレバーキューゼフリーキック、まあ、決勝戦です。とにかくレバークーゼンもなんとか同点に追いついて、
このブラジルの強敵フラメンゴを倒したい気持ちはありありとあります。ヘディングシュート、クロスバーを越えました。いやしかし今ぴったり立っていました。そうですね、打点がね高いですね。高いですね本当に、あの辺のフリーキックっていうのはレバークーゼンにとってはチャンスですね。ヒントアバーガー、そしてバース、ポストの上からヘディングしてるような感じですね。やはりあの両チームの今日は特徴が出てる、まあ、その特徴が最も発揮されているのはフラメンゴなんですが、後半の2分を経過して1対0フラメンゴが1点のリード。さあここからドリングで持ち上がる、センターにもできるか、ヒューマールが真ん中に待っています。逆サイドがパロマ、そしてパウロ・セザール、取れない、いいパス、うわワンツー、もう一回センターリング、ヘディングがない、プレッシャーでパロマ、パロマがまだいます、まだ詰めています。もう一度センターリングか、真ん中で折り返してヘディングでつないでシュートは打てません。ブンチョル、いい読みです。リベロ、ああ本当にあのフォアチェックいいディフェンスやってますね。ここまでその前のパスですね、右からのセンターリングの前のパスっていうのはね、あポストプレーっていうんですか、そうですね、はい、右にはたいて、はい、山下さん、はい、フラメンゴのジョアン・カルロス監督、余裕からかあるいはイライラしてるのかタバコを吸い始めました。なるほど、まあ、1対0ですから、サッカーの前にはとにかくもう1分以内で1点は取れますから、余裕というのはこの時間帯ではまだないかもしれません。山下さん、はい、一方レバークーゼンのケントシケ監督代行はですね、点を入れられた後も表情一つ変わりません。ヘディングをしたままですね。なるほど、それからあの控えに回っているチッタなんですが、はい、確かに押されているようには見えるけれども、うちもだんだんリズムができてきたと、はい、ただあのバックサンドに得点が取れそうですね。いや大丈夫ですよ、どうぞ。あのバックサンドに、まあ、あのフラメンゴのサポーターが相当来てますね、あの3番のリズムにちょっと押されてるんではないかというような話をしています。今ずっと画面この右サイドがちったとしてもあの複雑かもしれませんね、ブラジル出身でね。山下さん、はい、いいことも日本のファンにもですね、あのフラメンゴのこのユニフォームを着てるファンずいぶんいますよ。あそうですか、まあ、あの加藤さん、日本の場合にはですね、ヨーロッパ特にドイツ、この西ドイツのチームがキーキーのするには多いと言われたんですが、はい、今日の国立を見てみるとどうやらサポーターのこのページはフラメンゴ、はい、南米優という感じですね。そうですね、それにあの日本リーグにはブラジルの選手は大勢来てますからね。そうなんですよね、それじゃあみんなの間であの親しみがね、できてきたっていうのはありますよ。一部のチーム外人選手23人のうち11人がブラジルの選手です。これはチャンスですよ。さあコーナーキック、低いボール、センターリング、アメダフィア、ブンツェル、左サイドも振ります。キルトラインファルト、もう一度ラインを整えてヘディング、チャブンキュー、ゴールキーパー正面、ゴールキーパーチャブン君のこのヘディングシュート正面でした。あレバークーゼンのサポーターがいます。まあこのバイエルという04-04レバークーゼン、バイエルというのはあのご存知のように世界でも最も大きな製薬メーカーなんですが、レバークーゼンにあります。で、このバイエルジャパンの社員の方々も今日は国立競技場に詰めかけまして、今あのフラッグを振って応援を行っているわけです。レバークーゼンもいい形を作り始めましてね、はい、このレバークーゼンは西ドイツケルンのすぐ近くにあります。大都市ケルンのすぐそばで大体人口が15万人ぐらい、もうバイエルのいわゆる企業城下町という感じの場所なんです。04とありますから1904年85年前に創設されました、西ドイツのいわゆる総合クラブとして、14種目のクラブを持っています。で、ミュンヘンオリンピックの女子の走り幅跳びあるいは 400m リレーで金メダルを取りましたローゼンバーグ、五種競技の銀メダリストでしたけど、彼女がこの陸上競技このレバークーゼンに所属していました。さあキーパーです、画面上、いやーいいパスです。ここからずっとパロマが上がってくる、左足シュートを決めました。ジューマールのシュート惜しい。山下さん、メンバーチェンジです。フラメンゴ、はい、11番のパロマがアウトです。15番のゼリカルトが入ります。怪我ということなんですね。はい、
あパルマが本当に右足をちょっと引きずっています。したがって15番のザ・リガルドが入ってきます。この選手もジュニアユースの代表です。19歳というこのリカルド、まあ、フラメンゴの方は平均年齢今日のスターティングのメンバーが25歳でした、しかしこのサブのメンバーがいずれも19歳ですからねそれでも戦力的にはそんなに落ちません、一方のレバークーゼンの方がスターティングメンバーが平均年齢が26歳、平均身長ではレバークーゼンがやはり後半に入っていわゆるロビングボールを多用してきました。 179.2cm あります。一方のフラメンゴの方が 174.8cm、 高さではレバークーゼンです。後半の25分も経過しました。得点は後半の10分、ジークのヘディングシュート、この大会2点目です。しかしジーコがボールを持つと何かが起きますね。そうなんですよね。それであの攻撃でもねもちろん目立ってますけども、はい、ディフェンスでもものすごい上手い消し方しますよ。パスのコースの消し方も、ね、これで非常にね、活動量が多いですよ。35歳でしょ。35歳なんですよ。まだまだやらなくちゃないです。そうですよ。もちろんまだね30ね、加藤さん、こんなばかりですから。そうですね、もう全日本に復帰してね、もう十分に働いてもらいたいと思いますよ。まあ、ジーコはあのちょっとややウェイトオーバーからということで動きが心配されたんですが、まあ、81年 の、 あのヨーロッパサウスアメリカカップ、この時ほどの動きはないにしてもやはり活動量、その自分で一番いいポジションを取っていく、はい、で無駄のない動き、はい、こういうものはもう本当に日本のファンの皆さんにとっても再び7年ぶりに見られたという感じがあるんじゃないですかね。あの前に来たトヨタカップの時よりもね、はい、もっとなんかいいプレーしてるような感じしますよね。それはチッタが言ってましたね。あのとにかく、まあ、ジーコは年齢は35歳になったけれども、キャリアは積んだんだ、だからもう相変わらずジーコはジーコなんだということを言ってましたね、もう年齢を全然感じさせないですね、はいはい。またグラウンド上1人倒れました。15番のサンター、この選手もレバークーゼン15歳からずっととにかく、ま、クラブのサッカーのチームジュニアから、プレーをしています。このレバークーゼンもやはり生え抜きの選手というのがこのサンター、あるいはラインハルト、あるいはデカイザー、こういう選手がいます。サブのゴールキーパーのドレハーもそうです。やはりこうやっていわゆるブラジル西ドイツのプロを見てみるとクラブ組織はしっかりしてるなという感じがしますね。そうですね、やはりあの一貫指導っていうんですか、はい、それの効果よく出てますよね、さあサッカーは大丈夫です。フリーキックゴール前にポーンと浮かした、ここからムレディワットアップしてシュートは打てません。放送席の解説は加藤久志さんです。ダイレクトでスライダー、しかしオーバーヘッドでクリア。本当にこの辺り見るともうダイレクトダイレクトでスピーディーな展開、オフェンスディフェンスなかなかいい形を作ってますよね。オーバーコーゼン、とにかく同点に追いつきたい。ちょーっとステージもう一度右サイドからサッカークリアしました。クッツルが待っています。クロスにゴール前、ヘディングでクリア、左サイド、2番のパウミール、スコディ、スパータックルになりました。今のは警告でしょう。後半の30分も経過しました。2番のパウミール、ちょっと足が高く上がりすぎましたね。イエローカードが出ませんか。出ないですね。出ないですね。さあ、今度は左サイド。ちょっとね、フラメンゴもファールが多くなったって。そうですね、ゴール前ポーンと浮かして、これは長すぎました。もうあの辺の位置から早め早めに上げてきますね。そうですね、とにかくもうヘディング高さで勝負しようという
意図は感じられますね。そうですね、山下さん、はい、レバー空前ケントシケ監督代行で初めて立ち上がりまして、もっと攻めろもっと攻めろ、守る必要はないんだと、何としても点を取れ、もう時間ないと大きな声でこの試合初めて叫んでいます。あ、そうですか。とにかくあのレバー空前はヨーロッパの3大カップ、ウェアーカップのチャンピオンです。このブラジルの名門フラメンゴ、このフラメンゴもブラジルのいわゆる、おっと、いいチャンスになりそうです。もう一度センタリングできるか。あ、これは僕が決めました。レバー空前、フラメンゴは87年に行われましたコパ・ウニオン、もうブラジルのフルミネンセ、あるいはコリンチャンス、サンパウロ、こういう有数のクラブが集まりましたコパ・ウニオンに見事優勝を飾っています。ですから現在ブラジルではナンバーワンのチームと言っていいと思います。ブラジルナンバーワン対ヨーロッパナンバーワンの対決になりました。クリーンカップサッカー88、得点が1対0。激しいタックル、両足で行きましたが、これはノーホイッスル。どうしよう、いやいや、カニバサミみたいな感じのタックルですが、ホイッスルはなりません。さあ、ジーコ、いいボールが出ます。本当に絶妙ということがぴったりのジーコのパス、真ん中、あーっと逆サイド、ジューバーを合わせようとしましたができません。レバークーゼン、先ほどタックルされました。これは6番のイタバーガーでしょうか。もう関係なく始まってますよ。おっと始まってますね。検討してタックル代行、ちょっと表情がされません。15番のサッカーでした。これはファール、レアンドロっていうのは本来は右のサイドバックの選手だったんですよね。そうですね、82年のスペインのワールドカップは右のサイドバックでしたね。まあ、このぐらいの選手になるとどうやってもやっぱり、それ以降フラメンゴではセンターバックに変わりました。本当にうまいですね。高さもありますしね、ヘディング相当強いですよ。で、性格もなかなかいわゆる攻撃的荒いんですよね。ブラジルのリオのリーグで行かせた時にね、これはファールです。ホイパー、ケントシケ、タックル代行、もう立ち上がって動き回っています。いつもたってもやりないでしょう。とにかくゴールキーパーがね、レアンドルにバックパスをよこせと言ってもですね、そのフォワードの選手と競り合って、なおかつ自分でパスしていくんですね、このレアンドルは。6年のワールドカップは自ら辞退したんですよね。そうです、そうです、まあ、レナトが結局代表の座をですね、監督、フィデ・サンターナ監督から結局は外されました。それに、まあ、自分自身ではアピールという気持ちもあったかもしれませんが、ジーコの説得も実らず、結局メキシコには行きませんでした、レアンドロ。しかし、ブラジルとしてはこのレアンドロの力が欲しかったんですよね。監督も失敗したと思ってんじゃないですか。ジーコのシュートが決まって1対0とフラメンゴリード。しかしこの時間帯ずっと白のユニフォームレバークーゼンをしています。ジーコがね、はい、ボールを追いかけてますよ。やはりそうするとジーコという選手はただ本当にもうパスをいわゆる供給するだけじゃなくて、そうですね、活動量、はい、あるいはシュート力、もうすべての面にわたって状況判断力、やはり天才的と言われますが、それがスーパースターのかっこいいプレイヤーなんでしょうね。プレーなんでしょう。ですからね、ジーコはいいパス出すからね、ディフェンスをサボって攻撃に専念してんじゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、はい、決してそんなことないですね。やはりサッカー選手は攻撃とシュート両方できないとね、はい、さあチャビンが出しました。よく上がっていきます。それ逆サイド振った、アルガンマイヤー、ドイツ代表です。グンツェルが上がってきている。パスしてもう一度シュートが跳ね返った。グンツェルが上がってきました。グンツェルがリベロのポジションから上がってきましたかね。後半の35分経過、グンツェル、ポーランド代表です。これはゴールキックに変わります。上がってきましたね、ポーランド代表、もう西ドイツに帰化しています、このブンツェル。先ほどね、ブンツェルがね、はい、
自分のパス出して前に走りましたよね、その時にあのパスをもらった選手がそのままシュートを打ちましたけども、自分になんで出さないんだって覚えて文句言ってましたよ。それなんですね、今の表情は。このレバークーゼンがとにかくチャブンクン、韓国、そしてブラジルのチッタ、そしてポーランドのブンツ、それからの実はゲッツは東ドイツから亡命してきていますから、4カ国の選手が、まあ、外人選手として今回はいるということになります。で、来シーズンからは実は監督があのトータルフットボールのオランダのですね、エルス・ミケルスが監督になるっていうんですからね。また強くなりますね。本当にこのチームはこれからブンデスリーガーでどういう動きをするか、おそらく西ドイツのサッカーが好きな方は目が離さないチームになってくると思います。さあ、クロスに出した、懸命のディフェンス、フラメンゴ。このあたりは加藤さん、一方的にレバークーゼン押してますね。そうですね、やっぱり試合の展開としてね、はい、負けてますからね。センターリングできません。でフラメンゴの方もですね、はい、まあ、攻めようっていうよりもね、はい、そういう意識がなかなか出にくくなるって言いますかね、守って勝つとは思ってないんでしょうけども、どうしても消極的になってしまうんでしょう。そのあたりは不思議なもんですね。よくリードしたらね、消極的になるのは攻めると言っても、選手の立場ってのはどうなんですか、自分でプレーしてた時には。いや、それはね、なんとなく無意識のうちにっていうんですかね、大事大事を言ってしまう。プレーもね、一発ここへ通ったら、点だっていうかね、はい、そういうところでなかなか出していかなくなるんですよね。確実なところ確実なところにパスを出していく、打ってしまうんで、相手としては守りやすいっていうかね。どうしてもそういう形になってしまうんですが、後半になってちょっと両チームの選手エキサイトしてきました。ただこのぐらいのなんていうんですかね、ファールというかよくありますよね。そうですね、本当に西ドイツでも、ブラジルでもこれぐらいのプレーは当たり前という感じがあるかもしれません。だからみんなケロッとしてますよ、特にそしてブラジルの選手とかそういう演技が出てますよね。山下さん、はい、このベンチの方も本当にエキサイトしてましてね、はい、声の出しすぎなんでしょうか、私どもの持ってる喉飴をですね、喉の飴を、ちょっと一つくれという、シノジの人もいますよ。まあ、一方のレバークーゼン、いわゆる西ドイツですから、まあ、冷静というのが代名詞なんですけども、先ほどは、監督代行の検討試験、ベンチから離れてを指示を出したような感じがありました。エミリクラブにもね、グーテンドーフ監督いましたけども、そうですね、決して冷静じゃありませんでしたね。あの人は本当にアクションの激しい監督として有名でした。ドイツの監督って意外と多いですよ。あ、そうなんですか。ただ黙って座ってるとね、何も仕事してないと、そう思われるらしいですよ。だからレフリーが変な判定すればね、グラウンドの脇まで出て行って文句言いますしね。そういうことはどこに監督でやるんじゃないですか。さあ、パウロ・セザールのファール、フリーキック、ブッツァル、チャブン君が真ん中に来ました。バースもバーポスト、トイバーもいます。キーパーのポジション見てください、かなり前に出てるでしょ。前に出てますね、キーパーは。これでカーブはカルヘディング、あー、ゴールキーパージーコがね、あの辺の角度から直接狙ったでしょ、あの時も多分ああいうポジションを取ってたんですよ、それで右足のアウトにかけてね、ボール直接狙ったんです。あれだけゴールキーパーが出るというのは日本ではなかなか見られませんか。そうですね、かなりね、思い切ったポジショニングですよね。ただ上がってきたボールに出ていくにはね、はい、あそこまで行ってないとなかなか出られないでしょう。チャブンクセンタークリア、パオロ・セザール、後半に入ってはオーバーラップ攻撃参加はパウロ・セザールなかなかできません。バッツェルのファールです。さあ、後半残り40分を経過しました。
フラメンゴです、はい、同行のジョナルド・ブラジル新聞のロベルト・プラド記者、まとまってみんなやる気を出している、ジーコがいる限り絶対勝てるんだ、怪我のためそして引っ込んだパラマ選手も俺たちは勝つんだと叫んで控え室に消えました。サポータープレス、それから選手も全員がもうファイトの塊です。以上です。はい、レバークーゼンです。ケントシケ監督代行はディフェンダー全員にも攻めろ、10人攻撃だと指示を出しました。そしてキーパーのホルボーンにゴールはお前一人で守れと指示を飛ばしています。山下さん、はい、7番のですね、マルシオがアウトして、18番の選手ジェシバールですね。そうですね、ジェシバールが入ります、はい、ジーコがね、今ね交代してくれって言って、はい、グラウンドの外へ出ますよ。おーおー、逆サイドで、ね、ゴールキーパー抑えます。カンタラリージーコ、今そうですね、レバークーゼンのゴールの方にいます。今外出てますね。ですから今フラメンゴは10人で戦っています。山下さん、はい、ジーコが交代するようですよ。交代しますね、はい、今ちょっと足を引きずってますが、ジーコに代わってジシマールですね。残りそうですね4分ぐらい、ここでジーコが交代します。ゲームの方はしかしレバークーゼンの猛攻が続いています。それをなんとかしのいでいるフラメンゴ。ジーコに代わってデシバールが入りました。あ、右足の、そうですね、つけるのは内転筋でしょうかね。まあ、左の膝あるいは左の太ももこの辺りをジーコは痛めていたんですが、しかしよく動いて得点を取りました。ジーコ、とにかくレバークーゼンとしてはもうゴール前ゴール前思い切って上げてますね。力で押してきましたよ、はい、ただ今みたいに、ね、バックが体を寄せて自由にプレーさせないですからね、これは崩れないですよ。さあ残り3分を切りました。しかしジーコがとにかくこの国立競技場で85分、本当にその持っている力を1年ぶりに十分に見せてくれました。はい、バックスタンドサッパのリズム一段と高くなっていきます。ここでフェイクを受けました。ゴールキーパーアンタラリ、結局時間稼ぎですね、スタートね。立ち上がっているジョアン・カルロス監督、まあ、本来の監督カルリーニョス監督はブラジルのリオのリーグの方で指揮を取っています。カルロス監督がこのジーコ率いるフラメンゴクリーンカップ来年チームが指揮を取ってきたわけですが、残り元の時計では3分を切って1対0とリード、まさに南米で言いますとコパッキリ、優勝は目前であります。ジーコもう汗びっしょりです。しかし本当に今日はジーコがその持っている能力をすべて日本のファンの皆さんにおそらく見せてくれたんじゃないでしょうか。そうですね、できればジーコの、まあ、声も聞いていきたいと思います。このままいきますとジーコのゴールがやる決勝のゴールということになります。真ん中10万リカルド取りません。まあ、見てる人はね、はい、レバークーゼン1点取って延長見たいと思ってるでしょうね。もし同点に追いつくことがありますと、前後半30分ずつの延長戦、それでも決着がつかない場合には PK 合戦というのがこのクリンカム、いわゆる決勝戦のルールです。さあ手元の時計では残り1分を切っています。レバークーゼン、なんとか同点に追いつきたいところ、しっかりとカンタラリ、もう絶対に離さないというそういう気持ちでボールを抑えました。あ、ジークが大きな声を飛ばしています。キャプテン、まだいますね、ポルトガルの、まだ心はグラウンドの中ですね。いや、なるほど、まだこのジークはフラメンゴの11人、フィールドの11人と一緒になって戦っています。ジョアン・カロス監督、キリンカップ88優勝目前です。上げた、
だ試合終了のホイッスルはありません。手元の時計はもう45分を過ぎています。おーっとカルロス監督の時計を今レフェリーに示して45分も過ぎてるじゃないかというアピールですが、もう一度上げたヘディングで落としたが、ファールですか。さあもうとにかく試合時間はほとんどありません。後半の10分、このジーコの見事なヘディングシュート、怒涛の攻めでフラメンゴは1点を取りました。1対0。高田静雄さんが今ちらっと時計を見ました。アンタネリタッチライン遠く蹴り出します。もう完全に勝ちと思ったんじゃないですか。もう昨シーズンのブラジルのリオのクリミネンセに続いて2年連続ブラジルのチームが栄冠を勝ち取りそうな感じですが、これはオフサイド。さあ早く攻めようというレバークーゼン、最後のワンチャンスに行けるかどうか。ゴール前にポンを上げてとにかくゴールを狙おうというレバークーゼンです。ここで試合終了、1対0。フラメンゴキリンカップサッカー88位チャンピオンです。決勝のゴールは10番のジーコ、やはりヒーローはジーコでした。それでは優勝したフラメンゴの、ジーコ選手に話を伺います。ジーコ選手、あなたのシュートで優勝が決まったんです、おめでとうございます。Parabéns pelo seu gol e muito obrigado pela sua participação nesta esta Copa Kirin. Como você está sentindo agora? Bom, a minha alegria não é total porque eu tive uma contusão agora no final da partida, mas eu acho que o importante foi que o Flamengo conseguiu essa Copa e está de parabéns.足の故障にもかかわらずこのように、シュートを自分のゴールでこのキリンカップで優勝したことは大変嬉しいと思っております。ご夫人が1対0でできれば夫のジーコ選手に決勝点を決めてもらいたいと言ってるんですが、その通りになりました。オスソムリアサンドラファドキキリアキボセヒゼスゴーイキリアキガジャスイスジョーゴコーロードのキボセ。ela acertou, até de parabéns.É uma boca santa. Sandra の願い通りに自分がプレーできたことを本当に最高だと思っております。このジーコ選手に今一度大きな拍手を送りください。どうもありがとうございました。決勝のゴールを決めましたジーコのインタビューでした。7年前はトヨタカップでした。そして1988年がキリンカップです。見事にフラメンゴジーコチャンピオンに輝きました。キリンビール株式会社の大関正成専務取締役からこのジーコにキリンカップが贈られました。なかなかと含めますジーコ、いやーやっぱり日本のファンにサッカーの素晴らしさを見せてくれました。いや加藤さん、はい、まあ、結局このジーコの背番号10、はい、国立のフィールドに本当に今日は暴れまくりましたね。そうですね、攻守にわたってね、サッカーなっていうのは本当にどういうサッカーが本当のサッカーかっていうのを見せてくれましたよね。はい、今日はあのキリンカップサッカー決勝戦をご覧いただいたわけですが、日本テレビではこの後8月に入ると少年サッカー、そして9月にはクラックカップの JSA カップ、オールスターゲーム、それから11月はもう高校サッカーの関東の大会が始まります。で12月の11日にはトヨタカップサッカーということで、サッカーをずーっと中継してまいりたいと思います。で正月のとにかく全国高校サッカー選手権大会、まあ、ですからこういったあのサッカーのスケジュールを見てみると、はい、このキリンカップサッカーがまず皮切りとしてですね、はい、88年のシーズン、はい、日本のファンの皆さんにサッカーの素晴らしさをですね、提供してくれたんじゃないかと思いますね。そうですね、ビクトリーランが始まりました。
どうですか加藤さん、やっぱり今日のゲーム、楽しんでいただきましたか。そうですね、まあ、ジーコが非常に素晴らしいプレーを見せてくれましたけども、はい、19、20歳の選手がですね、あれぐらいのプレーをしているという事実をね、なるほど、日本のサッカーというのはやっぱりもう一回ね、謙虚になって受け止める必要があるんじゃないですかね。その手本となるとき、本当にいいサッカーを見せてくれましたフラメンゴ。このキリンカップをリオデジャネイロに本当に持って帰るという感じがします。ジーコ本当にありがとう。キリンカップサッカー88、ジーコの率いるフラメンゴ、見事なチャンピオンです。放送席の解説は加藤久さんでした。どうもありがとうございました。それでは東京国立競技場から失礼いたします。